どうも、エレラリキョウです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう？今回は、銀と金のこちら、じゃん。はい、うん、好きなキャラランキングということで。好きなキャラクターね。キャラクター少ないんでね。少ないですね。まあ、これはしょうがないですよ、被っても。まあ、まあまあ、確かに。だって、いいキャラなんかそんなにいないと思う。そうなんですね。やっぱ、基本的にはね、クズばっかり出てくるんでね。まあ、そこの辺見ていきましょう。クズみたいなやつね。はい。じゃあ、僕の第3位。はい。3位はこちら。ドモンタケルですね。あ、帝都銀行の帝日銀行の頭取ですね、うんうん、なんかいい人ですよね、うん、まあだから、うん、なんだろうね、こいつが一番お人よしなんじゃないかと思う。そう、だからいいように疲れちゃってる、ずっと。でも裏を返せば、うん、一番、まあ、金のためだったら何でもするやつだよね。まあまあ確かにね、うん、まあ後々は自分の得になるっていうのもありますけども、うん、のために銀さんとか、まあ言ったら影のフィクサーともしっかり付き合って銀行をまあ、やってるっていう人だよね。そうね、うん、まあね、でもいい人なんだよな。家盗まれてもそんな怒んないし。まあ、日常茶飯事だじゃん。盗まれて私が悪いと思ってんじゃん。結構、あ、なるほどね、うん、そこら辺の覚悟はできてるってことね、うん、その辺がね。で、その呼ばれてね、ホテル行って銀さんいなくても、まあまあしょうがないかって言って帰るし。悪いやつじゃないんだけど、まあ、悪いやつやん、うん、あんなに騙されやすいのによく、うん、ね、あんなでかい銀行の頭取になれたなっていう、まあね、まあ、人柄ですかね、そこら辺は、うん、誰からも嫌われなさそうだし、なんか、うん、やっぱりこういう、まあ、影の話にする場合はやっぱ政治家と銀行が絡んでこないと無理ってことですよ ね、 やっぱね、そうね、国はね、うん、だから悪いことをしてる、まあ、最初してましたけど、それも嫁の旦那に金あげてるだけでしょ。そうです、そうです、可愛、うん、はい、いあれですよね、うん、なんかすごい額でしたけど、まあ、うん、ただあの300億とかね、400億ね、うん、なんかよくわかんないですけど、なんであれをね頼んだのかよくわかんないですけど、あれもなんかあるんでしょうね、うん、確かにね、結構 無理な要求はしてきてますよね、うん、まあね、まあ、金がねすごいですからね、額が、ね、私はこちら、はい、西条です。まあ、西条もなんかね、うん、西条はね、ボンボンですよね、西条は、うんうん、西条は、うん、まあ、ベタな負けるやつ、ね、うん、そうね、うん、やっぱね、うん、一番やっぱ西条と共感できたのは、はい、あの掛け軸が上がってきて、うん、でバックに下がった時に仲間のやつらが、はい、あれ俺あのブラフだと思うっつって、うん、実際行った方がいいって言った時に、うん、やかましいっつって、実際金払ってるのは俺だっつって、うん、じゃあここからお前が張るかみたいな、うん、あのビビってくるとすぐああいうこと言いがちなんですよね。お前がやれよ、はい、ね、うん、やってんの俺だみたいな、うん、あれあるなっていうね。確かにね、うん、本当にね、うん、絵に描いたようだね、うん、負けキャラ何回もああいうやつ見たことあるし、何回もああいう風になってる自分見たことあるから自分もなる、ね、自分もなる、うん、いや別に3億4億ぐらいまで余裕なんだけど、うん、そこからやっぱ9億ぐらい積んできた時に、うん、これどうしようって、その時初めてね、リアルに、うん、もうその時ではもう遅いんですよね、今までこうリスクを背負ったことがない人間ですからね、引き下がれないんですよ、うん、でまたね、イカ様がね、しょぼいあのポーカーの時の、そう、サマがしょぼいのよ、うんうん、そうね、あ、もうちょっとあったんでしょ、いいサマあんなにみんなね、自分のフィールドをじゃあやんないですよね、相手のフィールドか、うん、絶対あのバーでやってるわけでしょ。そうなんですよ、悪い噂立ちそうですけどね、あそこ行ったらかまられるぞっていう、うん、あの下からね、うん、まあでも要するに透けてるからこそ受けてくれはするんですけど、うん、まああの女の子たちもよく騙されましたよね、うん、そうね、うん、まあでもあの女たちもね、最後から体で払えばいいかって思ったわけでしょ。そういうことになってましたよね、うん、だからあいつらも楽なギャンブルしてますよね、楽な、まあ、いやまあだから体で払うっていうのもね、だいぶリスクは背負ってますから、それは。いやでも300万ぐらい負けてましたよ、うん、300万安いでしょ。確かにやだから金じゃないってことですよね、西条からしても別に金が欲しいわけじゃなくて、まあね、絶対勝つからね、うん、それもね、蔵前の前で大変なことになっちゃいましたかわいそうだよ、西条は。確かになんであそこ行っちゃったんだろうないやまあでもやるしかないから、あそこもだって、まあ、だって10億のギャンブルを受けてくれる人なんかいないわけじゃん。確かにね。でも、まあ、西条は10億取り返さないとやっぱパパに怒られちゃうから、うん、あそこに行くよね、たどり着くよ、まあ、確かに、まあ、森田が行かせたわけだもんね、うん、あそこにはね。そうですよ、うん、もう無理だ。確かにね、西条は絶対勝てると思ったしな、うん、雑魚キャラでしたね。はい、はい、じゃあ僕の第2位はこちら、森田です、森田哲夫、うん、
森田ね、うん、まあ主人公ですしね、うんうん、まあ、だから森田みたいなやつを福本先生は好きなんだよね。だから、うん、天っていう漫画に出てくる天と森田は、うん、本当クリソツです。そう同じキャラです、ほぼ、うんうん、まあ確かに似たようなキャラクター多いですもんね。そうなんですよね、うん、だからまあ本当に天っていう漫画も天、うん、っていう豪運のやつがいて、あ、なるほど、はい、そこに一線は退いたけど、うん、昔の超天才雀士の赤木っていうやつがいて、でその赤木と天、うん、まあ、が組んでいろいろするっていうのが結構物語なんだけど、うん、まあ似てますね、まあ一緒なんですよ一緒って言っちゃうんですね、まあまあね、あんなにね、本当情けなかったやつがすごい短期間で成り上がってきましたからね。まあね、うん、まあ、あんぐらいのやつ、まあだからああいうのに闇のギャンブルに向いてるやつなんでしょうね。普段フラフラしてる1万2万じゃちょっともうやっぱ燃え上がらないようなやつなのかなって思いましたよね、まあ、馬券が金に見えちゃってましたからね、最初は。うん、でもいいもんだってさ、あの、うん、殺人鬼がいた時もさ、待てっつって、うん、ドアの音が3回したとか、そんなことわかる。いや、すごいんですよね、だからなんかバックボーン何もないけど、なんか頭いいし、うん、喧嘩も強いしね、いつの間にか。そうなんですよ、うん、で意外とやっぱね、あの久保先生の漫画って、うん、ほとんど女出てこないんですよ。確かに、うんうん、この漫画ちょっと出てきますよね。まあ、2、3人ぐらい出てきましたね、うん、で、ちょっと森田のこと好きみたいなね、うん、モテてんだよな、森田が。でも今はもうそれどころじゃないっつってね、うん、本当に出てこないから。確かにそのイメージはないね。だってカイジに出てくるのはミココっていうすごいブスな女の子一人でしょ、うん、あと赤木なんか 100% 出てこないし、うん、天も出てこないから出てこない。だあんま描きたくないのかな、女の子。すごい女の子変だもんね、顔とか。まあ、だから、まあ、可愛い子でだろうが男の子も変だもんそういう意味ではその、まあ、その変な世界なのかな、ね、すごい横顔変なんだよな、顎がどこに行ってんだろうみたいな、まあ、でもあれがやっぱ、ね、そのみんな衝撃を与えたからね。ああ確かに ね、 ね、うんうん、まあ、僕の2位は森田ですね。私の2位こちらです、はい、中条です中条なんて入ります、うん、だからやっぱり歌唱ですよね、中条は。俺らは、うん、やっぱり西条とか中条に、うんうん、まあ、あるあるって思うのよ。でも中条やってる人からしたらあの中条の気持ちめちゃくちゃ浮かんだよ。あ、そうダセーなーって思って見てたけど、中条はあの、うん、中条のあの3億5千万まで使って、なんで俺はこんなことしてしまったんだえって、いやもう本当だったらよ、はい、もう3億5千万で、うん、ね、もうそこで、まあ、選んで、はい、5000万は残して、5000万あったらさ、うん、まだもしかしたら運転資金でまた次に行けるかもしれないじゃん。なのに5000万使っちゃうのよそこまでの3億5000万使っちゃったらもう5000万も一緒だって思っちゃうのよ。この辺が中条っぽいなと思って、もう無理だよ5000万じゃ確かにね。でも中条のさ、なんかこうもう不安になってる感じとか、うん、なんで俺はこんな、もうあんなことを思った時点で絶対勝てないからまあそうだろうね、うん、そうなったら。そうなのよ、普通にやったらね、勝てたはずなのにね。そうなんだ、だから言ってましたけど、その人を信用してなかった。結果いつもあれよ、なんでこんなこと、何を1時間ぐらい考えて結果、うん、一番最初に思いついたやつが来たりすんのよ、うん、何だったんだこの時間でいや何回もありますよ。ああそう、もう本当にだからもう中条の気持ちは痛いほど分かる中条の気持ちが分かるんだ、一個も分かりませんでしたけど。何回も中条になったことある、俺たちはみんなみんなの中に中条いるんだね。中条います、人の中には。中条はすぐ出てくる最近でもすぐ出てくる中条が。まだいるの中条が。いるいる、だってもう本当に昨日の何時に帰りたいって思うもん。昨日の何時に帰りたいな、ね、今日の何時に帰れたらなめちゃくちゃ後悔ばっかりしてる。そうなんだよ、だんだんストーカーみたいになっちゃって、うん、なるよね。いやだから俺も最後はああなる。でも結局は中条っていうのは、はい、そういう意味ではやろうと思えばやれるやつなんだよね。だから結果中途半端じゃないから、うん、じゃあ最後行き着くところは、はい、最終的に手元に金が返ってくれば勝ちっていう考えになったってことよね、あれは。まあ、確かにね、うんうん、だから そこまでがギャンブルだってことよね、うんうん、だからあいつできる男ではありますよね。できる男なのかなまあ稼げますよまた、うんうん、
そう、あそこから、うん、うん、早上がります、中条上がれるかな、うん、だいぶ年だろうしね、ね、はい、じゃあ僕の第1位は、はい、平井銀次です。まあ、まあ、ここは譲れないんですね。あ、それは一緒なんですね。まあ、うん、それはそうですよね、うんうん、やっぱりここで俺が蔵前出してきたらもう意味が分からないですよ。蔵前の気持ちにはなったことないです。蔵前は意味分からないです、本当に。まあ確かにそれ以外に負けキャラはそんなにいないのか、うんうん、その二人くらいか、本当に雑魚みたいな負け方したの。だから銀次はね、うん、まあやっぱりかっこいいですよ、まあ、かっこいいですよね、うん、説得力もあるし、なんか、うんうん、でもまあ悪党なんだよね、うん、まあだから、うん、そうね、見ようによっちゃうっていうか、よくよく大人になってみると、うん、やっぱり本当森田をうまく使ってるおじさんなんだよね、悪党のおじさんなんだよね、うん、そうね、うん、うまいこと言ってますけど、まあ、頭がね、うん、いいから本当に、うんうん、そうなんですよ。まあでも最後はね、このまま勝ち逃げなんかできねえっつって、うん、俺はもうとんでもない負け方するしか俺にはラストはねえって言ってたね、うん、まあ負けることあんのかな。でも多分福本先生の漫画人気キャラランキングでも多分上位に入ると思う、はい、うん、ありそうじゃない、ちょっと調べて。絶対ある福本先生、ま、俺は赤木が1位で2位が銀だと思う。ああそう、うん、まあ、私はあんま読んだことないからな。やっぱ赤木が1位なんじゃないかな。利根川じゃない？え？利根川、利根川15位ぐらいかな。利根川でも漫画になってるじゃない、うん、スピンオフみたいな、あれもあのアシスタントの人、あ、そうなんだ、あれ面白いけどね、うん、俺いやそれだけ読んだことありますけど、うん、いや、ない、その漫画ランキングが出てきましたけど、うん、福本先生のキャラランキングはもうだから、まあ、そんなこと興味ないんだよ、きっとギャンブルやってる人。確かにその、うん、言ったらキャラも年月経ちすぎて誰が誰だか分かんなくなってるかもね。確かにもう30年経ってるわけだからね、うん、これやってから。まあでも僕、まあ多分統計取ったら赤木が1位、2位が銀次かな。まあ確かに、まあカリスマ性はすごいありますからね、うん、漫画だと1位なんだろう、まあ、カイジか、ちょっと待ってください、漫画10じゃない、1位は。そうなの、うん、10が一番人気じゃない、やっぱ。10じゃない、漫画は。あ、でも1位はこのサイトだと、うん、カイジ、カイジシリーズの1位。まあ、ちょっとミーハーなサイトだね、そういうの言うやついるよね。2位が銀と金です。でもあれはその10、まあでもこれもドラマになってたもんね、言っても10から出てきた赤木が38巻よ、36巻よ、うん、だからもうスーパーキャラなんよ。だから確か赤木だけダントツで長いもんね。 それで、うん、10の最後、10の漫画の最後はどうやって終わるかっていうと、赤木が死ぬっていう回で終わる。なるほど、うん、で赤木はアルツハイマーにかかっちゃうから、うん、その俺は俺のままで死にたいから自殺するっていうので、はい、その赤木の自殺を止めに来るっていう話があるんだよ、全員が、うん、で赤木が死ぬっていう回で終わって、うん、でその赤木の墓ができて、うん、その赤木の、まあ、あやかりたいからって言ってギャンブルするやつが来て赤木の墓をちょっとずつ削ってその石を持っていくっていうのでそういうので終わったんだけど、うん、その墓がどこにあるんだよね。なんかそれを誰か模して作ったのか、うん、どっか実際にあるらしいですよ、赤木の墓が。でもそれぐらいやっぱ赤木は人気があるんで。なるほどね。まあでもそんなランキングなんかどうでもいいか。まあね、まあまあ銀次は1でしょう、うん、はい、というわけでね、ぜひ皆さんも読んでみて好きなキャラクター見つけてみてください。お願いします。さあそれでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ。もしお前らが今夜一晩付き合うってんならリアルだ。借用書代わりにこの1000万受けてやる。もし勝てば一人頭300万以上儲かる。悪くねえ話だろう。10分時間ある、考えな。なんだてめえ、あんた今借用書は通用しないと言ったな。そして時間も制限した、10分。だったら何やってんだ、引っ込んでろ。俺が積もう、肘の高さまで。え、よいしょ、縦に。どうもありがとうございました。